本日11月28日、千川千尋さん誕生日です。今回も千川千尋生活用具を作ってきました。千川千尋がよく着用している制服の色は何色でしょう？色にいきます。緑色。千川千尋が季節ごとに様々な衣装に着替えることからも伺える、パーティーとともに彼女の趣味であるものは何でしょう？コスプレ。代表作にアニメ南家の南遥やトールマジスインデックスの三坂美琴などがある千川千尋役の声優は誰でしょう？佐藤里奈さん。千川千尋の噂1位で彼女が持っている制服の数は何着あると分かれているでしょう？5着。シンデレラガールズのライブの恒例行事となっているアンコールの直後に千川千尋が登場し、同ブランドの様々な告知を行う時間を何て言うでしょう？業務連絡。現在のデレスにはブラック、ホワイト、ウッドの3種類が存在する。ルームの千川千尋をこれで囲むとガシャ運が上がると噂されるルームアイテムは何でしょう？アロマディフューザー、千尋虫ですね。2016年にテレスのエイプリルフール企画で登場した千川千尋がお願いシンデレラを歌うシーンがある組のタイトルは何でしょう？とある事務員の一日。緑色の制服をまとうアイドル事務所のアシスタントでプロデューサーともに劇もこなしながら事務所のアイドルたちを見守っている、今日11月28日が誕生日のテレマスのナビゲーターは誰でしょう？千川千尋さん誕生日おめでとうございます。これから後半戦、緑と千尋に関するクイズです。幕末史の動画シリーズ奴が来るでは、緑の悪魔として恐れられるゲームスーパーメロ64に登場するものは何でしょう？ワンナップキノコ。テレビドラマトリックの主題歌に起用されたほか、ピン芸人暴れる君のネタの BGM としても使われている鬼塚千尋の楽曲は何でしょう？月光。草原をイメージした緑色の盤面で戦いを繰り広げるメガハウスが登録商標を持つボードゲームは何でしょう？オセロ。1981年に発売された書籍窓際のトットちゃんの挿絵を担当した福井県出身の絵本作家は誰でしょう？岩崎千尋さん。俳優活動をするときは加藤千尋名義を使用する音楽グループビッシュに所属していたタレントは誰でしょう？千と千尋チッチさん。滝石病が販売しているさつきみどりといえば何という野菜の種でしょう？インゲン。高取家に引き取られた主人公小宮千尋がフリフリの制服を着用し歌唱を行う姿を描いた音立花の漫画は何でしょう？少年メイド。スクールカラーには松葉緑を採用している。宗像志功は記号した校名表や応援歌の青山ほとりが有名な大学はどこでしょう？東京農業大学。ぬいぐるみと契約し永遠の10歳の魔法少女として生活している。2018年に二次三次規制として配信活動を始めたバーチャルライバーは誰でしょう？結城千尋さん。スマホゲームウマ娘プリティダービーではナビゲーターとして登場するトレセン学園で理事長の秘書を務めるキャラクターは誰でしょう？早川たずなさんでした。以上で千川千尋さんとの劇場終わります。